そこで今回は谷良子の今や噂について紹介します。しかし谷良子さんは現役の時は妊娠のために大会を欠場したことはありますが、大きな怪我はありませんでした。2023年には夫婦揃って球場で息子を応援する姿を見せていました。歩けなくなったというのは完全なデマで、谷良子さんは今も元気に過ごされているようです。谷良子さんは2010年3月に柔道の引退を発表。その後、2010年5月に国会議員に見事当選され、2016年まで活動されていました。そんな谷良子さんの今は、テレビ番組にも時々ですが出演していたり、柔道も現役は引退されましたが続けているようです。テレビへの出演、政界引退後に柔道を再開、日本プロ野球 OB クラブの理事、谷良子さんは、ゲストやコメンテーターとしてテレビ出演されています。2022年4月には TBS 系サンデーモーニングに出演し、柔道のニュースについてコメントされていました。また、日本テレビの踊る、さんま御殿に2021年に出演していて、引退した今でも、人の歩いてる姿見ると、技を反射的に考えてしまうと明かしていました。さらに2018年に出演した時には、谷良子さんは寝技をスタジオで披露していて、寝技を味わった武井壮さんは何もできなかったと一言。谷良子さんは2016年の政界引退後に柔道を再開しています。そして2018年には柔道4段だった谷良子さんは6段に昇段。そのことについて谷良子さんは初めて初段で黒帯を取った時のような嬉しい感覚だ、と喜びを表現していました。金メダリストで前参議院議員の谷良子氏が女子6段に昇段したことが14日に東京、講道館で行われた鏡開き式で発表された。また、昇段したことで将来、国内外を問わず指導者となることも、選択肢の中で大きくなったと話していました。谷良子さんは、2022年6月から、日本プロ野球 OB クラブの理事を務められています。日本のスポーツ界全体を盛り上げていきたい、という意向から選任されたようです。そして、日本プロ野球 OB クラブの開設する、YouTube チャンネルプロ野球 OB クラブチャンネルにも出演されています。谷良子さんは2003年にプロ野球のオリックスブルーウェーブ所属の選手である谷義智さんと結婚されました。幸せそうに見えた谷良子さんと谷義智さん夫婦ですが、谷良子さんの不倫が報道された過去も、谷良子さんが秘書との不倫関係を報じられ離婚説も噂されました。不倫報道は全部で2回あり、1度目は2012年、2回目は2015年のことでした。2012年、谷議員に最初の不倫疑惑が報じられる。そして別居となって1年が過ぎ、浮上した冒頭のイケメンとの2度目の不倫疑惑。さらに夫が2014年にオリックスへと入団したことにより別居となってしまったことから、離婚報道が過熱したようです。新居については参院議員を務める良子夫人と協議中だが、別居危機にあることも明かした。しかし、この不倫報道に対して、谷良子さんは何も語っていません。そして現在も離婚されていないことから、夫婦で関係を修復されているようです。2005年に第一子の男児の出産され、2009年には第二子の男児を出産されています。谷良子の子供は2人、長男谷圭介、次男谷明明、谷良子さんは、子供が幼い頃から転んだりするから、受け身を教えてきたとのこと。谷良子さんと夫の谷義智さんが夫婦で、長男の高校野球のデビュー戦を観戦しているところを2022年の9月に目撃されました。インタビューで谷良子さんは、野球の技術的なことはわからないが、生活面で長男がリラックスできるようにサポートをしていると語っています。谷良子さんの長男は中学3年生まではアイスホッケーをしていたとか、しかし、中学3年生から野球を始めて、高校2年生でスタメンで起用されるほどの実力のようです。週刊現代、3月21日号が報じた、谷良子参議院議員の仰天の不倫スクープ、夫の谷義智が巨人からオリックス、バファローズに移籍した1年前から大阪で、単身赴任状態で、一方の谷議員は東京を拠点に、イケメン秘書と常に行動を共にしていることから、永田町では不倫関係と噂されているというものだ。実際、週刊現代は谷議員がイケメン秘書の車で次男の幼稚園へお迎えに行き、3人が仲睦まじく笑っている姿を確認している、
夫が単身赴任中に浮気、今や立派な公人でもあり、また国民的人気の元アスリート、しかも虹の母でもある谷議員がそんな軽率な行動を本当に取るものだろうか、週刊現代。でも浮気疑惑の背景として、親分である小沢一郎と距離を置き始めた谷議員に、小沢サイドが流したカウンター、情報ではないかとの指摘もされている。確かに小沢一郎が山本太郎参議院議員と手を組んだあたりから、谷議員の小沢離れが加速しているのは事実だ。しかしこうした情報が出るのは、決して政局絡みだけの問題ではない。それが谷議員のこれまでの肉食系とも言える恋愛遍歴の数々だ。小柄で愛嬌のある童顔、しかし圧倒的な強さで柔らちゃんと国民から愛された現役時代、実は彼女はアスリートとして以上に女としてもすごかった。柔道界で世界選手権6連覇、五輪では2度の金メダルに2度の銀、一度の銅と輝かしい戦歴を残したが、メダルを取るごとに側に寄り添う男性たちの姿があったからだ。例えば1996年アトランタ五輪で銀メダルに終わった柔らちゃんは、その翌日同地のショッピングセンターで手つなぎデートをフライデーにスクープされている。お相手は同じくアトランタ五輪で銅メダルを取った競輪選手十文字隆信だ。十文字は日本競輪界のプリンスと言われ、またプロの競輪選手としては日本で初のメダルを獲得したことで一躍時の人ともてはやされた人物。そんな十文字選手を見事ゲットした柔らちゃんの腕力に世間は驚いたが、しかし実はまだまだあった。週刊ポスト96年8月23日30日合併号でも、こんな柔らちゃんの肉食系エピソードが紹介されている。以前やはり写真週刊誌が彼女と柔道86キロ級の吉田秀彦との交際をキャッチし、それを五輪前ということで帝京大学側が抑えた、なんて話がありました。吉田と柔らちゃんの関係は柔道関係者の間では有名で、元柔道選手で柔らちゃんと共に合宿に参加した女性も後にこんな証言をしている。噂以上の熱愛ぶりでした。最初に現場を見たのはランニングの時、終わった後おのおのがストレッチや柔軟でクールダウンする中、ふと見ると吉田選手と田村選手がキスしてる。それも軽いやつじゃなくて、かなりディープに。しかも二人のキスは周囲に合宿参加者全員がいるところで行われ、みんな当たり前のように無視していたとも言う。また現役時代には吉田秀彦だけでなく、古賀俊彦や小川直也、篠原慎一といった柔道界の重鎮との噂から、若手選手とのラブラブ居酒屋デートなど挙げればキリがないほどだ。アスリートとしての顔とはかけ離れているとも思える女子力全開肉食の素顔だが、これは谷涼子に限ったことではないらしい。女性アスリートは性欲が強い。こう主張したのは女子プロゴルファーだった古賀美穂だ。恋焦がれたダルビッシュ有を山本聖子に奪われ昇進だった古賀は、今年3月7日に放映されたミレニアムズでこう言い放った。理論的に言うと、女性が戦うということは男性ホルモンなんです。闘争心というのは性欲とつながるんです。強い、強いんです。だって戦ってるんですよ。闘争心バリバリ出してますから。柔らちゃんは誰もが認める無敵の超一流のアスリートだった。数々の記録を塗り替え、日本の、いや世界のスポーツ界にその名を残すほどの逸材だ。古賀が自らの経験から導き出した女性アスリートは性欲が強いという理論にはドンピシャで当てはまる。だがもう一つ、谷涼子の恋愛遍歴に共通する指向性がある。柔らちゃんは肉食性欲と同時に身近にいる男性に恋愛感情を抱くという傾向が強いことだ。夫の谷選手にしてもアトランタ五輪で知り合い、電話番号をゲットした柔らちゃんが猛烈な電話攻撃の末押し切ったと言われている。さらに政治家へ転身した新人時代の12年にも、今回とは別の秘書との不倫疑惑が報じられたこともあった。身近な男を狙う恋愛体質の柔らちゃん。そう考えると夫が単身赴任中に最も身近で行動を共にする秘書との噂が浮上するのも、それなりの理由があったということだろう。たとえ永田町でルフされる不倫情報がカウンター情報のためのリークだとしても、恋愛体質の彼女だからこそリアリティを持ってしまう。永田町の地味毛量に足をすくわれることのないよう今後は気をつけてね。柔道選手としてオリンピックで2度、
世界選手権で7度金メダルを獲得した谷良子さん、柔道引退後あまりいい噂がなく、怪我で歩けないと言われていたり、不倫報道もありました。そこで今回は谷良子の今や噂について紹介します。柔道選手としてオリンピックで2度、世界選手権で7度金メダルを獲得した谷良子さん、柔道引退後あまりいい噂がなく、怪我で歩けないと言われていたり、不倫報道もありました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回でお会いしましょう。